ゲオルク・オシアン・サース、ゲオルク・オシアン・サーシュは、ノルウェーの海洋生物学者である。ソグン・オフィオラネケンの金に生まれた。父親は、牧師で、動物学者のミハイル・サーシュである。兄は、歴史家のアーンスとサーシュで、妹は、メゾソプラノ歌手のエヴァナンセンである。ホーデロンのメンジャーで育ち。 1852年からベルゲンカセドラルスクールで学び、クリスチナ大学で医学を学び、生物学に興味を持ち、ビルヘルム・リルジェボーグの下で、地元の湖で水生生物を集めた。新種を発見し、最初の生物学の論文を執筆した。優れた記憶力と図の描写力を持ち、父親の動物学研究の図版を描いた。プランクトン研究のパイオニアで、 政府の援助を受けて、ノルウェー沿岸の魚類の研究を行った。サー種の発見の一つは、タラの産卵地に関するものである。甲殻類や、その分類を研究し、多くの新種の記載を行った。ノルウェーの甲殻類小術が主張である。1910年にリンネメダルを受賞した。多くの海洋無脊椎動物に懸命されており、 学術誌のソルシアのタイトルにも命名されている。ノルウェーの海洋調査船 GOSARS-5 ーーーにも命名されている。ありがとうございます。